日ハムの若きクリーンナップ MNK 法順調に育つ。こちらすでに貼られた選手の成績、未来の侍となっております。法要素どこ、普通にすごい。並び的に KNM やね。開幕戦でクソみたいな三振繰り返してたまんなみはどこを行ったんや。清宮をここまで我慢して使ってるのはすごい。他に使いたいやつもおらんし、再開なんだから余裕だろ。 JMK レイヤーの語呂的に5年後くらいには全員卒業しそう。清宮のサード守備がうますぎるんやが、全員育ったらいなくなるから、ハムでは今が全盛期やな。ジェームス1割で清2割ちょいだったイメージやけど、どんだけ打率爆上げしとんねん。万波清宮はこのままシーズン終えたら間違いなくノンテンダーや。野村ももうちょい打率上げたら怪しい。清宮の出塁率近藤より高くてくさ。野村って清宮より守備やかんのか。万波の目どうしたの、別人に入れ替わってない。清宮のサード気持ちよすぎだろ。吉田輝く星くんは何してるんですかね。新庄、ほほう、磯端の足たまんね。ご視聴ありがとうございました。